いやー、250万安いらしいね。なんか、俺、全然政権について何も詳しくなくてさ、マジ詳しくなかった。本当に、びっくりするぐらい俺結構ノリでやってさ、なんか、まあ、整形しよっかな、みたいな。整形するならこのタイミングだな、みたいな。まあ、整形するなら、どうせなら、一気にやった方が、こう、まだほら、世の中って偏見があるやん、整形に対してね。これ、偏見あるタイミングがいいわけ、俺は正直ね。膝枕ですか？膝枕です。はい。イエーイ。いっぱいのハート来た。社長が怖いからっすよ。来た。怖いくせに消したから。でもマジ配信で見たら、なんか、いつもより可愛いよね。なんか、これ失敗なんよ。かっこよくなるために韓国行ったのに可愛くなったんよ。じゃあ失敗なんよ。まあ、オリジナルで頼んだ社長が悪かったね。お任せってさ。うん、美容室とかなら分かるよ、お任せでって、うん、顔面フル改造お任せで頼むやつお前しかおらん。あ、そうなんか、俺あんま整形詳しくないけん、美容外科にどんな鼻にしたいんですか、顔にしたいんですかって、何の顔も持っていってないよ。え、もうかっこよくしてくれたらそれでいいですって言って、全お任せど、で、どこやりたいんですかじゃなくて、どこやればいいんですかみたいな、逆に質問して、こうなった。うん、ごめんね。なんかみんなね、整形する人がね、ちゃんとしっかり悩んで、一歩を踏み出したと思っとんなら大間違いよ。こうやって何も分からずノリで行ってノリで整形して戻ってくるやつもおるけん。それは若者に夢与えすぎ。うん。大体そんなもんやけん。若者に夢与えすぎた男。うん。女なのかもしれん。かわいい。そう。